保護も多岐にわたっている。そのため、本校では、チェスのルールを二つに分類した上で解説する。チェスのコマとボードチェスセットと、チェスクロックアルジェブレックのオーテーション勝ち負け黒が、チェックメイトされた状態デザインはっきりと相手に、アイデザイン、デザインします。日本人同士なら、負けました、ありません、参りましたなど言葉で伝える。自分のキングを倒す。ドロー黒が、 ステールメイトされた状態次の場合は自動的にドローとなる。次の場合一方のプレイヤーの申請によりドローとなる。チェスでは反則の手を指しても即座に負けとなることはない。恋であっても過失であっても反則の手は指してとみなされず、その都度盤面を元に戻して指し直しになる。 チェスオリンピアード取りの2006歳シューズ 26NB6 アナログ式のチェスクロック持ち時間5分、前後の早指し対局持ち時間1分の超早指し、対局将棋と異なり、取った駒は持ち駒として再利用できず、基本的には盤上から取り除かれるのみとなる。ただしポーンのプロモーションの際に、すでに取られた駒を再利用することはある。 コンピュータチェストの公開対局では駒落ちが刺されることがある。すでにコンピュータの実力は人間を上回って久しいからである。コンピュータチェス人間側ベタのハンデキャップマッチ参照。不正防止のため。キング対キングナイト2個の場合は、理論上はチェックメイトが可能なので、即座にドローとなる条件には当たらないが、チェックメイトのためにはキングのみの側が自らし地に、 赴く握手を指すことが必要なので、ナイト2個を持っている側が、チェックメイトできる、可能性は、実質的に皆無である。この場合、双方に同じ色のマスを動くビショップが何個増えても、状況は変わらない。ただし、ポーンが、ビショップに昇格することが必要で、実戦ではまずあり得ない。二人とも申請しなければ、ゲームは続行される。チェスの公式戦では、 アービターに申請する必要がある。また、局面によっては、申請が認められないこともある。例えば、ビショップやナイトの移動できるマスを間違えるなど、日本では、ナショナルチェスソサイティオブ・ジャパンになる。怪我や病気等やむを得ない事情によるものは、一部、例外も認められている。キング以外に、次のいずれかのコマがある場合を指す。ポーン1個。 ナイト1個とビショップ1個、ビショップ2個、ルーク1個、クイーン1個申請しなければ、ドローにならない。また、第三者の見物人が申請しても認められない。この、ジャドゥブ、または、ジャドゥブは、チェスの国際用語として周知されていて、フランス語圏以外のプレイヤーに対しても使用できる。このコマの位置の調整も、できるだけ控えた方が無難である。 一置の調整のタイミングとしては自分が駒を動かしてチェスクロックを押す直前が良い。ただしゲーム開始後一定時間内に限って認められる競技会もある。撮影の際は事前にアービターに確認のこと。インドのあるチェスプレイヤーは不正行為が発覚して10年間の出場停止処分を受けた。ただし双方が時間的に余裕があり、 また双方が合意することが前提となる。ありがとうございます。